皆さん、こんにちは、こんばんは。爽快菊です。今回はですね、5年ぶりぐらいですかね、Nintendo 3DS をね、スイッチオンしました。はい。本日はね、美味しいお水をいただいております。これからね、Nintendo 3DS 版ダービースタリオンゴールドの実況を始めていきたいと思います。というのは嘘でね、先ほどね、セブンイレブン行って、任天堂のね、プリペイドチケット、プリペイドカードかな ?2000 円分ね、購入してきました。まあ、なぜかというとね、任天堂 3DS の、本当にね、最後の最後のセールがね、行われているということをね、最近知って、まあ、それでですね、オイラのね、欲しいタイトルが何タイトルかあったので、それを見たらね、カプコンと、レベル5の、ね、タイトルだったんですけど、期間がね、8月15日までなんですよ。まあ、それで急いで買わなければということで、先ほどセブンイレブンね、7時ぐらいに行ってきました。まあ、それで2000円分ね、購入したんですけど、同じこと2回言ってるね。はい。ね、クレジットカードでできるのかなと思ったら、ね、今はできないみたいですね。3DS でゲーム買うときは、プリペイドカードをね、買わないといけないということですね。まあ、それで、プリペイドカードでお金をチャージするじゃないですか。その期間がもう8月31日までということらしいですね。うん。まあ、それで買い物できるのが今年いっぱいまでできるのかな。12月のね、いっぱいまでできるんですかね。まあ、最後の最後のセールということで、ちょっと見ていきましょうかね。ダビスタゴールドのオイラのデータ見たいですか。まあ、よく話に出して、ダビスタゴールドはね、4日で、中古に売りに出したっていう話をしてたんですけど、実は買い直してね、まあ、少しやってるんですよね。ただ、全 G1 制覇とはね、ほど遠いぐらいで、ちょっと見せましょうか。ね。競馬ゲーム実況者ですから、こういうのいらないかな。ね、ひょっとしたら検索でね、3DS で検索して、ね、見に来てくれてるかもしれないので、そういう方にはちょっとね、スキップしてください。はい。3DS 版のダビスタですね。はい。まあ、このゴールドはね、オイラはもう史上最低作品じゃないかなと思ってるんですけど、個人的にね。うん。2014年に発売されたんですね。はい。44年目ですね。はい。そんなやってないので。うん。なんかね、思い出記録帳を調べたら、一応ね、60時間ぐらいやってましたね。はい。そんなやった記憶がなかったんだけど、60時間ぐらいやってますね。うん。待って、ちょっとごめんなさいね。なんか変なところ押してしまって。パドックとかね、結構ね、グラフィックどうですか?結構見れますよね。ね、何の馬が出てんの俺。スマイルロード。持ちの気象。はい。ちょっとこのあたりカットしましょうか。はい。間違って押してしまいました。ちょっとレース見ましょうか。レース見ます。まあ、グラフィックね、そう、DS 版がしょぼかったんだよね。まあ、それで 3DS 版はグラフィックはちょっとはマシになってたのかな。DS の時でしたっけ、園部さんが、なんか、できるだけ小さくデータをするのにこだわったとか言って、なんかね、自己満足のようなことを話してたんで、なんだかなと思ってたんですけど、それ DS でしたっけ ?3DS は、ちゃんとグラフィックは綺麗に作ってましたっけ。ただ、レースバランスがね、あまりよろしくなくて、まあ、追い込みが強かったんでしたっけね。まあ、グラフィック綺麗やね。今見ても綺麗ですね。ね。はい。あ、カットできないんですね。ね。あ、でもこういうのちゃんと名前が出てくれるっていうのは、いいですね。ね。うん。まあ、これもね、前壁が結構厳しかったっけ。スイッチ版よりかはね、前壁はないと思うんだけど、まあ、ただ追い込みが強くて、まあ、逃げ馬がね、垂れてしまうっていう、レースバランスだったと思うんですけど、はい。はい、4コーナーですね。最後の直線見ましょうか。ね、抜けてこれるか。抜けてきたよ。させるよ。最近競馬ゲーム実況やってませんけど、腰が痛いんでね、長時間ちょっと実況できないんで、お休みしてるだけなので、腰が治り次第ね、実況始めますんでね、はい。ダビスタとかね、ホースブレーカーやりますんでね、ホースブレーカーも PS2 のコントローラーまで買ってますから、絶対やりますから、はい。腰が治り次第ね、やりますから、はい。負けてしまいました。はい。3着ですね。
あれ。ちょっとカットします。マイルチャンピオンシップや。G1 やね。まあ、白三角一つしかついてないんで、ね。まあ、ちょっと見ましょうか。まあ、レースね。はい。まあ、横縄まで、ね。行きましょうかね。はい。カットで。はい。第4コーナーですね。ね、インから追い込みですね。ビッグドリーム。さて、届くかどうか。させ!いきなり G1 ゲットをお見せすることができるのか。頑張れ頑張れ!させ!勢いはある!勢いはある!手応え残っている!内を開け!開けごま!開けごま!前詰まりやな。ね。手応えあったんですけど。3DS 版ね。ダビスタもやっぱ前壁あるんやね。はい。もういいよ。もういいよ、これ。終わろうよ。あ、そうか。フォームで終わるんだね。はい。ごめんなさい。全然久々なんで、ちょっと、おかしいね。ごめんなさいね。なんか、やめればよかったね。はい。あ、というわけでね、セールシーンをね、お見せしたいんですよね。はい。すでにね、プリペイトガードは2000円ね、チャージしました。はい。うん。まあ、ショップを見ていきましょう。はい、セール画面までね、飛んできました。あ、ごめんなさい。こちらでね、3DS で見るよりも、まあ、ネットでね、任天堂のね、ホームページに行った方がね、セールシーンじゃねえよ。ごめんなさい。セールのね、ページがあると思うんで、まあ、そちらの方が見やすいと思いますね。はい。まあ、それでちょっと紹介していきましょうか。セガサマーセール。こちらは8月30日までやってるみたいですね。はい。うん。まあ見ていきましょうか。ちょっと皮がめくれてる。恥ずかしいな。ね。ソニックトゥーンファイヤー。まあちょっとちょろっと見ていきましょうね。セガのね。はい。セブンズドラゴンあたりは、これはね、RPG かもしれませんね。RPG ちょっとやりたい欲があるんですけど、うん。まあ、このあたりはね、レトロゲームでしょうね。ぷよぷよ。初音ミクちゃんもね、あるんですね。このあたりは、アフターバーナー2とかね、ガンスターとか、まあ、レトロゲームですよね。はい。まあ、レトロゲームはね、まあ、メガドライブミニも持ってますし、2もね、買う予定なんで、まあいいかなっていうね。はい。まあ、セガは買わないでいきます。うん。まあ、ちょっと手は隠した方がいいね。ね、なんかすごい汚いんで、申し訳ない。ごめんなさいね。はい。まあ、それで、アトラスの方もね、セールをやっております。アトラスといえばね、やっぱりペルソナとかね、女神転生、メガテンが有名ですけど、オイラはメガテンはやったことなくて、ペルソナも個人的に合わないので、まあ、これも買わないかな。RPG ですけどね。メガテン4がありますね。メガテン4ファイナル。メガテンディープストレンジ、ジャーニー。これはよく知らないな。あ、世界樹と不思議のダンジョンって結構話題になりましたよね、当時ね。ねえ。これがちょっと難易度が高くて、まあマニアックな RPG なんですかね。ね、絵柄は可愛いんですけど。うん。まあ結構シリーズ化されてね、人気でしたよね。まあただ 3DS というとね、もうレトロゲームと思う方もいるのかな。若い方なんかそうかもしれませんね。だから今の大学生ぐらいが小学生当時に 3DS やってたと思うんで、オイラが大学生時代のファミコンみたいな感じになるのかな。ね。その当時やっぱりファミコンって言ったらもう大学生時代がレトロゲームという感じがしましたからね。だから 3DS をレトロゲームと感じてる人もいっぱいいるんだろうなっていうね。ラジアントヒストリア。これ知らないな。これ RPG かな。1000円。安いですね。ね。これも面白いかもしれません。アトラスだからね。まあ、ね。まあ、品質というか、レベルは高いんじゃないのかなっていう。まあ、それでバンナムですね。はい。バンナムはね、テイルズが500円で売ってるらしいですよ、これ。リッチレーサー 3D なんてあったんですね。これはやったことありませんね。うん。たまごっち。テイルズ・オブ・ジアース。これが、ね、評判高くて500円っていうのは安いんですけど、これ買いたいんだけどね。2000円で、買いたい商品っていうのはね、逆転裁判と、レイトン買いたいんですよね。逆転裁判が3作買いたいのと、まあ、ごめんなさい、レイトンで2000円ちょうど行ってしまうので、このテイルズ・オブ・ジアスも買いたいんだけど。うん。まあ、テイルズ・オブ・ザ・ワールド・レイブ・ユナイテッド。これはよくしませんね。まあ、こんなところですね。はい。まあ、それで、マーベラス。
8月24日までですね。はい。僕ものね、牧場物語。牧場物語もね、やったことなくてね、まあ評判は高いシリーズですよね。ポポロクロイス牧場物語ってね、ポポロクロイス物語はね、プレステ1でありましたよね。やったことあるかな？やったことあるな、そういえばな。途中までやりましたね。ポポロクロイス、ね。戦乱神楽。これがなんかね、すごい話題になりましたよね。戦乱神楽。うん。さすがに 3DS でね、セクシーゲームはね、まあ今の時代どうですかね。うん。まあそれで 70% オフ。ライドオンジャパン。ライドオンジャパンってあまりよく知らないんですけど、うん。マーセナリーズサーガー150円ってえらい安いですね。これ RPG かな ?2D RPG。ちょっとよくわからないんですけど、まあ安いですよね。はい。レイニーフロック2022年サマーセール。8月24日まで全セール100円と。ね。はい。まあ、このあたりはちょっとよくわからない。これがちょっと面白そうだね。80。18th Overdrive。どういうゲームですかね、これはね。車ゲームかな。まあ、このあたりはね、軽いね、インディーのゲームみたいな感じですかね。はい。まあ、こういうゲームもね、意外に 3DS のね、面白かったりしましたよね。はい。トムクリエイトサマーセール。うん。これもよう知らんな。うん。一気当選スマッシュヒーローズ。このあたりはちょっとわからないな。ね、忍ぶスピリッツ、真田、重遊詩伝。うん。まあ、ようわからん。あ、それでね、スクエニのセールですね。8月29日まで。うん。ドラクエですよ、ドラクエ。これはだからスマホ版のドラクエかな。ね、ドラクエ2。ファミコン版なのかな？どうなんですかね？ちょっとわからないんですけど。まあ、ドラクエ7がありますね。1540円。おいらドラクエ7はクリアしてないですね。なんか大学生の頃にね、出てね、買ったんですけど、確か、そうだったっけな？ちょっと覚えてないんですけど、なんか、途中までやって、なんか、ダーマの神殿って転職するところがあるじゃないですか。その転職するところまで、40時間ぐらいかかったんでしたっけ？ 30 時間だったかな？それぐらいかかったんで、なんかもうやめてしまいましたね。なんか、クリアタイム100時間ぐらいかかるって聞いたんで、もうそれ聞いて、もうダーマ神殿のところで諦めましたね。ドラクエ8もクリアしてないんですよね。まあ、それでドラクエ11がね、セールされてますね。ドラクエ11俺持ってるんじゃないかな、今。ね、確か 3DS 版で最初買って、うん、持ってるんじゃないですかね。あと、モンスターズがね、いろいろとありますね。まあ、スクエニは、ま、50% ぐらいのセールなんで、まあ、いつも通りの金額なんでね、それほど安くないな、っていう。まあ、それでカプコンですね。はい。こちらがね、8月15日まで、ということで、まあ、それで今日ね、急遽、ね、動画撮ってるんですけど、まあ、急いでね、コンビニまで行ってきて、ね、15日というと月曜日ですからね、まあ、まだ時間あるんですけど、で、モンハンドダブルクロス500円。ちょっと腰が痛くなってきてね。ごめんなさいね。なんか、早く終わらせないといけないんだけど。もう15分もやってますからね。ピコンピコンってなってますよ。はい。アイルームラ。うん。モンスターハンター 3G がね、これ、Wii で出たやつですかね。まあ、500円は安いですよね。モンスターハンター 4G。俺、4はね、やったんですけど、4G はやってないので、これやりたいね。500円安いね。それで買いたいのが逆転裁判4と5と6。この3つ買いたいんですよ。逆転裁判は3まではやったことあるんですけど。でもね、3あたりをね、途中で積んでるような記憶があるんで、まあ、ちょっと覚えてないんですけどね。逆転裁判ついてるって、ね、ちょっと恥ずかしいですよね。まあでもやりたいなという気持ちがあって。あ、スト4あたりが 3DS で出てるんですね。これも安いよね。ロック版のクラシックコレクション。これはだから何作入ってるんですか？これも500円ですね。うん。まあ、そのあたりでね、この3作をね、買いたいって思って2000円入れてきたんですよね。はい。まあ、それで、ね、レベル5ですね。はい。
レベル5も8月15日、9時59分ですからね。これはだから急いで買わないといけないなと思って。はい。うん。あ、ちょっと手が邪魔ですかね。これどうやったらいいんだろう。ちょっと、ごめんなさい。なんか見えなかったら。見えてました、今まで。ちょっと、隠れてたかな。ちょっとごめんなさいね。はい。稲妻イレブン、稲入れね。はい。稲入れもね、俺ら世代ではもちろんありませんから、ね。なんかサッカーのゲームでしょ？宇宙大会とかって宇宙人とね、サッカーの試合をするゲームですかね。はい。ひょっとしたら違うかもしれませんけど。うん。まあ、ダンボール戦記あたりもね、PSP でも出てましたよね。うん。懐かしいね。スナックワールド。これ面白いんじゃないですか。なんか噂によるとこれだったかな？なんか、プレミア化してるっていう話を聞いて。うん。これじゃないかな。タイムトラベラーズはオイラやりましたね。これは面白かったな、個人的に。うん。これもやったな、レンタル武器屋でおませ。お笑いコンビのアメリカザリガニのね、ゲームに詳しい方がいるじゃないですか。あの方がなんか発案したゲームで、まあ、やってみたんですけどね。アメザリのあの方はね、ゲームすごい詳しくて、もう本当にね、ゲーム好きなんで、もうちょっとね、人気出るのかなと思ったら、意外と、さっきテレビ出てます。どうですかね。あの方はゲームガチなんで、ね、応援したいんですけどね。まあ、ネットの方で結構活躍してるんですかね。あ、怪獣が出る金曜日とか買いましたよ、俺は。ね、主人公がソータでね、甥っ子と同じ名前でね。うん。まあ、それで、ね、はい。ボリューム2ですね。はい。ファンタジーライフリンク。これもね、結構おすすめの RPG ですね。まあ、おっさんにおすすめかどうかわからないね。小学生にはおすすめですね。俺らやりました。レイトンミステリージャーニー。レイトン買いたくて。これ確かね、主役のね、女の子の声が、有馬かすみさんがやってるんですよね。まあ、それでスマホ版をね、一度買ったことがあるんですけど、なんか序盤でね、有村かすみさんが、まあ、大女優ですけど、結構棒だったんで。セルフィーが棒だったんで、途中でやめてしまったんだよね。うん。レイトンは結構やっていて、DS のレイトンは全部クリアしたかな。それで、奇跡の仮面はやっていてクリアして、これが欲しいんですよ。超文明 A の遺産。これやりたいと思って。これやったことないので、この4作品をね、買いたいなと。これもやってるんですよね。レイトン教授 VS 逆転裁判。これやりましたね。これ面白かったな。うん。まあ、それで妖怪ウォッチね。はい。妖怪ウォッチも500円で売ってまーす。はい。まあ、妖怪ウォッチ4がね、今 PS の方で、ね、PS プレミアム、プレミじゃない、エクストラに入ったらプレイできるんですかね。はい。ね。うん。まあ、あとはいいかな。ケムコの RPG ね。2D RPG ですけどね。はい。あと、ポケモンバンク。まあ、ポケモンもね、オイラ世代ではないので、甥っ子がポケモン大好きでね。一度ね、なんか、一緒に買って、パールだったかな。遊んだ記憶がありますね。はい。ポケモンはちょっと世代じゃないんですよね。ね、皆さんの中にはポケモン世代の方も多いんじゃないですかね。未だにやってるっていう方もいるんじゃないですか。ね、ポケモンね。うん。まあ、それでね、あとなんか欲しいのが、ちょっと意外に欲しいのがあって、こっちであるのかな？電車のゲームがあって、電車で GO じゃないんですけど、電車に運転するゲームがあって、それがね、200円で売ってたんで、それちょっと欲しいなと思ってたんですけど、今回買えないと思うんでね、はい。これ8まで行かないといけないのかな？すごいなんか、ね、まあ、最初からこれで見とけばよかったのかな？はい。8まで行くのに、全部めくらないといけないんですかね。ねえ、大変ですよね、これ。うん。これ時間合ってませんね。1月2日日曜日っていつやねんっていうね。夜中2時じゃありませんよ、今。ね。はい。9時ですね。夜の9時ですね。はい。まあ、腰痛の方はね、だいぶマシになってきましたけど、ちょっと今回、また腰が痛くなってきて、ね、そろそろ終わらせる、最後ですね。最後に。電車のゲームをちょっと紹介してね、お見せしたいんで、はい。はい、ようやくたどり着きましたね。はい。こちらですね。
鉄道日本路線旅、叡山電車編。ね、叡山電車って言ったら滋賀県の電車かな？ね。比叡山の叡山ですかね。まあ、それで路線旅、ユイレール編。これ200円なんですよ。これ沖縄かな？まあ、違うかもしれませんけどね。小村さん違ってたね。会津鉄道。ね。これが6作ぐらいあるので、ちょっと買いたいなと思ってたんですけどね。近江鉄道。これもね、滋賀県ですよね。もちろんね。まあ、それで長良川鉄道。ね。これは岐阜県？違うかな？違うかもしれませんね。これ、なんて読むの？上下電気鉄道。これ全然知りませんね。初めて聞いたな。上下、上下、上下。これ初めて聞いた。どこなんでしょうか？はい。鹿島臨海鉄道編ね。はい。ね、アントラーズのね、鹿島ですかね。はい。これがね、ちょっとね、やりたいなと思っていて。はい。まあ、ということでね、今回 3DS のね、セールをね、紹介しました。ね。はい。皆さんね、3DS 持ってる方も多いと思うんでね、セールのね、ね、見てみるのもいいんじゃないですか。まあ、ね、ネットでね、任天堂のホームページを見たら簡単に見れるので、それで、まあ、チェックしてみてね。はい。うん。まあ、懐かしい気持ちに、ね、なれるんじゃないですかね。はい。それではね、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。